でさ、そこでですね、次の話題なんですけれども、まあ、なかなかこの金融緩和だけではいかないと。で、冒頭安倍総理がですね、就任された時におっしゃったように、経済成長こそですね、この財政再建するために一番必要なんだということで、経済成長のうち財政再建しようと思ってたんですが、民主党政権にはもちろん随分マシになってますよ。税収も上がってきましたしね、それはなってるんですけれども、もう片方で今言ってるこの財政再建をですねしなければ日本も潰れちゃうんだで、国際的な信用がですねガタ落ちになっちゃって、もう国債も暴落しちゃうとかね、そういう話が昔からありまして、じゃあどうするのがいいのかというと、いわゆる PB と言われてますけども、基礎的財政収支をですね、均衡させると、まあ、要するに入ったもんで使うということですよね。だから、まあ、そういう形でプライマリーバランスをまず黒字化していくということがですね、これ民主党政権の時に言われ出して、本来自民党はこれ引き継がなくてもいいはずなんですけれども、どうもまだ財務省はですねそこを絶対諦めないと。で、私も実は、今年になりましてですね、この財政再建のための特命委員会というのができて、まあ、稲田政調会長のもと、これをずっと半年間延々は何十時間とですね議論したんですが、最後結局ですね、やっぱり PB 目標を外さなかったんですよね。で、私はそういうことをやっちゃうと、経済がですね本当に減速しちゃいますよということを最後まで抵抗したんですけども、なかなかそれができずに来てるんですけども、さてこれはどういうことになるでしょうね。これこういう形になってると、今株価の方も追ってきましたし、そして GDP も四半期のやつが追ってきたという話出てきたと。そして黒田バズーカだけではですね、実際に市場にお金回ってないということも出てきたと。そうするとやっぱり財政出動しなければならないんだけれども、そのすることにこの PB が目標をやっていくと出せなくなっちゃいますよね、先生。まさにそういうことなんですよ。それでね、またいつか来た道に戻ってきたなっていう気が私はするんです、うん、この株の暴落、うん、それから世界的な、ね、株価の低迷ということになってね。で、今西田先生が言われました点をちょっとグラフで考えてみますと、こういうことなんですね。まあ、皆さんは新聞等で頭がの中に入ってらっしゃると思いますが、まあ、その確認方々ですけども、もともとですね、このプライマリーバランスというのはご案内の通りですね、その税収の範囲内でしか支出をしないと、うん、単純に言うとこれだけなんですよ。そうですよね。ところがだから一般の家計だったらね、そうかもしれませんね、うん、だけど家計でもですよ、そんなことばかり言ってたら打ち買えませんよね、うん、やっぱり住宅ローン、うんね、小さい、まあ、私なんか本当ちっぽけな家を30何年かかって今持ってますけどもね、そういう小さな家だってドンと借金してね、返せるかなと思ってやってきた。その考えと実は同じで、そのやっぱり経済発展するため、一歩前進して成長するためには、そのためにはですね、結局ある程度お金を借りても、それをちゃんとした投資に使うんですね。そうですね。サラリーマンだったら金借りて一生懸命働いてますからね、働いて収入があることは投資ですよね、ですね。だけども逆に言うと、企業とか国であればそういう形で需要を作り出して、それで、皆さんそれぞれ事業をやってらっしゃる方に大いに活動してもらって収益を上げてもらう、その中から初めて税収も上がるわけです。で、まあ、いずれにしましてもそういうのが一つの筋なんです。ですからこのプライマリーバランスというね、税収の範囲内でしかその支出をしませんという一つのルールを作って、それに経済を当てはめていこうというのがね、このプライマリーバランスで、この制度を作って成功した国はどこにもありません、ね、まず1990年代ではアルゼンチンが失敗したんですよ、はい、あれは国家破綻したのはそれです、はいはい、それから最近のギリシャね、ギリシャでもね、これずっと目標としてね、やらされてたんです ね、 そうですね。だから今ギリシャこの前IMF と借金返せませんでした、うん、ところがあそこね、プライマリーバランス黒字なんですよ、うん、それが国内でも大論争になってるんですね、うんうん、それで日本もこう見てみますとね、プライマリーバランスというのはまさにこう入れたのが2001年、ちょうどね2002年の1月に小泉総理の時に初めて入れたんです、日本には、うん、だからこれはおそらく僕の感触としては、
当時ブッシュがアメリカでブッシュ大統領の就任しました、小ボッシュがね、で彼が新自由主義的な考え方、で新自由主義っていう時にこの財政ってのはどういうのかっていうと、新自由主義者はね、財政は景気に使う必要ないって言うんですよ、必要ない、金融さえ入ればいいんだって、そうそう、だからあの金融緩和万能主義って、ね、これがマネタリズムっていうんですかね、先ほどまあ伊佐先生も言われた考え方ですっていうか、アメリカに、結局ミルトン・フリードマンが導入して、それからレーガンから始まって、それでまさに小ブッシュのね、21世紀に入ってからアメリカの、それによって非常に今バブルが高じて、まさにリーマンショック2008年9月ですね。でそういうだった。それでところが その日本について戻りますと、2002年にこれを入れたんですね。でその時には約20兆ぐらいの赤字だった。で小泉さんはせっせとこういうふうに上げていったわけです。それでこの、2007年8年のところで、小泉さんこの7年のところで6年ですね、6年退任されてますが、その時その頃ずっとこう見てますと縮小してますでしょ。これは何かっていうとね、結局ね、地方交付税交付金と公共投資をね削減したんですよ。そうすることによって財政支出を縮小する、小さい政府小さい人ってあった。だから地方がどんどん疲弊してきたんです ね。それが今ね、まさに地方が大変だと。でも今安倍内閣では石破茂さんがね大臣になってやってらっしゃいますけど、まあ果たしてこれどうに向かうか、その根源はこの基礎的財政資金工作を小泉内閣が入れたことなんですね。でそれについてね、その後自民党さんでもね、麻生さんがね、これはいかんってことでね、麻生内閣の時に少し緩められたんですね。でリマンショックもありましたからね。そうなんです。それでリマンショックとか、で結果的にリマンショックのところでドーンとこの赤字が増えちゃった。だからリマンショックで赤字が増えちゃったってことは、もう輸出じゃダメねと。でじゃあ国内の企業どうなったのというと、この結局プライマリーバランスを均衡化させるという政策は内需抑制策だったんですよ。そうですね。だから内需企業はね、そう言われても私税金払えないよってことになっちゃったんですね。そこからまさにドーンと2009年に、民主党政権になった時ですけども、これは民主党政権ある意味じゃ最初ね、鳩山総理は気の毒だったんですよ。これ34兆マイナスになっちゃった。それで今度そこで財務省が、鳩山さんの後の菅さんが2010年の6月に就任早々、今度はプライマリーバランスをね、今度10年先、つまり2020年までに均衡させましょうっていうのをまた入れてきた。一回これだけ失敗したやつをね、また入れてきたんだから、まあこれはね、本当に、政治家の方がもっときちっと抑えてほしかったと思います。まあいずれにしましても、それを入れてこのどん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 増やして減らしてからいかんということで、民主党政権はまたデフレ取ったりして増えたんですが、今少しずつこうやって良くはなってきてるんですね。良くなってくるということは財政支出をカットしてますから、それであとじゃあ2020年、ちょうどオリンピックの時までにね、果たして均衡させたということですが、今回またドカンとこれ株が下がりましたね、世界的株不況。これやっぱりね、リーマンショックの二の舞になりかねないと。 そうなるとね、まさにこれですよ。こうなってドンってきた、これいつか来た道、こういってドカンと、非常に懸念してるんで、やっぱり先ほどの石田先生が言われたように、このプライマリーバランスを、2020年っていうのを旗を下ろさないということだと、私ははっきり言ってね、長期停滞に入るんじゃないかと懸念してます。ね、これがね、なかなかね、先生おっしゃった通りなんですけれども、ここが自民党政権、政府与党の間でですね、なかなか論理的な整理ができてないですね。と言いますのは、片っぽ成長戦略ということで第三の矢をね、一番おっしゃってる、その一番の、立役者である経済担当大臣の甘利大臣ね、甘利大臣が、あの時ね、私あの会合でエレベーターの中でパッと会ったんですよね。でその時にね、西田君と党 の財政再建の特命委員会どうなってんだよと、あんな結論出されちゃ経済再生できないよと、ね、経済その予算、そのプライマリーバランスでね、予算カットしちゃったら、ね、デフレになっちゃうぞとこうおっしゃってたわけですね。でまさに私は甘利大臣がおっしゃってる通りだと思うんですね。で甘利大臣はバッとね、聞くと、TPP もそうだしね、いわゆるこの民間主導でやっていこうというところをね、TPP なんか特にそういう仕組みですからね、
やっておられるみたいですけども、もう片っぽでやっぱり現場のことをご存知でね、そんな景気が悪くなって減速しかけるときに財政出動をねしないような仕組みやっちゃったいんじゃないかと、こういうことを本当におっしゃったんですよ。でそれはその通り経眼だって私思います。でそれから総理自身もそういうことを、感じておられましたからこそね、昨年の暮れ、もう本当に1年近く前になっちゃいますけれども、私と、藤井聡先生がですね、と一緒にですね、この PB バランスを、PB を目標にしてるとですよ、デフレにもなっちゃいますよと、これ外さないとダメですよと、ということで財政再建の特命委員会に私がその総理の命を受けて入ってですね、随分他の稲田先生にもそうだし他の方々にも話を言ってきたんですけれども、党の中ではやっぱりその財政再建のね特命委員会を牛耳ってのは財務省ですからね、やっぱ財務省のねじ巻きがあったんでしょうね、ああいう結論になっちゃったと。だからそこの声優ですね、もう少し今までずっと言ってきたところのね、なぜ日本が成長しないデフレになったのかと、それからアメリカでもやってきたけど金融緩和だけでは大変な失敗してるぞと、で PB なんてのはまさに全く意味ないもんでね、アルゼンチンとか、ギリシャもですね PB 黒字化して全部破綻しましたということですから、その辺の整理が必要だと思うんですけどもね、なんかそこがなってないんですよね。これはねまさに西田先生のおっしゃる通りでね、本当に私はね、西田先生からそういうご活躍とかがされているということを、側聞しておりましたんで、現在ね、自民党さんの中でも少数派かもしれませんけども、これは必ず本流にしなきゃいけないし、なってくる。それで、まさにさっき申し上げた通り、今回株が下がってね、またいつか来たみたということなんで、転換点が必要なんですね。で、ここではっきり一言、私申し上げておきたいのは、アメリカはプライマリーバランスという均衡再考え方はありません、取り入れてないんです、それでアメリカはどういう政策を取っているかといいますと、まず名目 GDP、これをどんどん増やしましょうと、増やしていけばそれに伴って税収が増えるでしょう、そうですね、増えていけば結局債務もその分だけ減ってきますよね。だからどういうことかといいますとね、実はその財政規律という数字をね、ますと、一つの指標、これアメリカなんかも使ってるし、日本でもね、本来あるべきなんですが、分母にですね、名目 GDP を持ってくるんですよ。で、分子にね、純債務ですね。純債務と言いますのは、借金、1000兆あるねと。しかし500兆金融資産あるねと。じゃあ実際の借金、ネットの借金は500兆ねと言ったら500兆持ってくる。そういうふうにして、で分母が名目 GDP。それで、アメリカなんかまさにこういう仕様を作りまして、それで分母の方がですね、伸び率が高い、そうですね、分子が例えば 5% 増えた、でも分母が 10% 増えた、そしたらこの数字は落ちますよね、分母が。だから、それが大切なんです。債務対 GDP ですね。そうなんです。ところがね、ネットの債務対 GDP ですね。ところがですね、このプライマリーバランス均衡っていうのを優先するってことはどういうかといいますと、その分子の債務、それをまず縮小しましょうということなんですよ。だからデフレ政策ですよね、やっぱりこれも供養しましょう。今でも、まさに新聞なんか出てくるねのは、もう2000年までにですよ、その目標を達成する、つまりプライマリーバランスを均衡させるには経済成長を 3% やってもね、名目 GDP が 3% 増えたって5兆足んないだろう、7兆足らないだろう、こう言ってるんですよね。これじゃどうなのかというと、その分だけカットしようとかですよ、これデフレですよ、もっと経済小さく、経済が小さくなるってことは、その今申し上げた分母が GDP、分子が債務ですから、その分母がですね小さくなっちゃうから、この数字上がっちゃいますよね、つまり債務負担が増えちゃう。だから結局、政策として債務を落とすということはデフレ政策でデフレを優先すると、それから景気を良くする、 GDP を増やすということは、結局景気対策を取って景気を良くして、それによってその経済を成長させて債務を減らしていると。だから安倍総理がやるね、財政再選、経済成長こそ最大の財政再建であるということは、実を言うと西田先生が自民党で主張されたことなんですよ。だからそこら辺のところをね、これからぜひ ね、ご検討を頑張っていただきたいと思って、ずっと私同じことを主張してるんですけど、どうも
なぜかこのトータルでね、わからない、結局ね、私思うんですけれども、これは後で先生にも説明していただきますけれどもね、いわゆるこの20年30年間の間ですね、とにかく日本は先行きね、成長しないという、バブル終わってからね、そういう話もあって、製品の思想という情緒的にね、日本人の割と共鳴しやすいね、つまり背筋主義になってたのにはいかなかったんだと。もうちょっと我々はですね、教育正しく美しくじゃないですけれどもね、もう少し質素を倹約しながらやってもいいじゃないかと。これは思想的には別にいいんですけどね、生き様としてはね。だからしかし、みんな本当に全部そうやっちゃうと、これはもう本当に経済失速しちゃいますから、結局経済というのは誰かが借りて誰かが使って、それをまた誰かのまた所得になって使っていくという循環をさせなきゃならない、当たり前のところを無視して情緒に走っちゃいましたね。でそれから次はその情緒に走った結果ですね、出てきた思想をですね、もう完全に大事な、もうこれがもう一番大事な経済原則だということで、要するにいるを借りていずるを制する、ね、これは家庭だったら当然なんですけれども、その家計の論理を政府の論理にまで、財政の論理まで持ってきちゃったと。でそういうことをですね、これ財務省もずっとね、言ってきたし、マスコミも言ってきたし、政治家も言ってきたし、みんなが、ね、20年間30年間言ってきたんですよね。そうするとそれに外れることをやるというのはですね、とんでもないバカなこと言うなって話になっちゃってですね、私本当にね、政治家も財務省もマスコミもみんな優秀な人がたくさんいるはずなのに、全くトータルで言うとですね、間違った結果を招きをしてしまうというね、そういうことの反省ができてないということだと思うんです。